にゃんにゃん、どうもこんにちは、シュンキービーシュンのシュンネコです。アイムノッタゴナステ版でジャックポット獲得を目指すやっていきたいと思います。パート22ってことでにゃんにゃんです。はい、ですね、前回のパート21を投稿してからですね、結構期間がね空いちゃったんですけど、まあその理由はメダルがねなかったからってことだね。一応、ログインボーナス等で88枚まで、集めましたので、こっからやっていこうかなと思います。で、ワンダーチャンス、あとね、リンゴ一つでいけるので、まあ、今回そこまでですね。まあ、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、リンゴ取れなかったら終わりです。で、今回ね、まあ、パート21までは8枚シーズンでやってたんですけど、今回は、まあ、ちょっとメダルがね、ないので、あれ?あ、変更してない。ないので、ちょっと特別編成でね、やろうかなと思います。なので、サンダーブレイクが3個、ビンゴガーデンが1個、ビンゴバルーンが2個っていう感じの、状態でね、やろうかなと思います。一応自分の、まあ、これやったら、まあまあいけるかなっていう、おすすめ編成です。はい。では、やっていきます。で、企業、まあ、主にね、なんかこちらのビンゴガーデンは、まあ、ちょっとリンゴ獲得用なんですけど、大丈夫?あ、フリー通過。25番です。で、まあ、ちょっとね、ちょっと番号はですね。企業連鎖したら、その分ね、配当上がっていくのがサンダーブレイクですね。こっち。あ、5個ラインは狙わなくていいけどね。14番。フリー通過。よし!これです。これですよ。そう。なんかね、ビンゴバルーンがですね、取りやすいんですよね。これで OK ってことで。これで、ビンゴバルーンに関しては、両方、まあ、一応、ベットした分が返却されています。横ライン、ビンゴ、ダブルなので、5枚5枚。はい。で、これでね、もうリンゴジェットですよ。いやー、調子いいよ。さ、何番 ?2 番。ビンガー、ビンゴガーデンもビンゴしたよ。なんかビンゴガーデンビンゴしたよ。さあ、プラス5枚狙えそうですね。12が、12番入ったらプラス5枚ですけど、24番、どこですか?どこ?あ、こっち、こっちいいんじゃない?あれ?ダメ?あー、もうなんかあれか。遅かったか。22番です。あー、サンゴライン、ビンゴやけど、そっちじゃないんです。一応、まあ、8枚マイナスなんですけど、ビンゴゲットしたので、大丈夫ってことで。では、こっから、本題です。こっから、3ゲームの、ワンダー、キャンセース、イェーイ。さあなー、2、ノーマル。What? はい。まあ、一応ちょっとね、まあ、ワンダーキャンセースもね、ベットしておこうかなと思います。では、ゲーム開始まで、カット。ワンダーキャンス始めました。1ゲーム目です。今回、1番、4番、5番、17番、25番ということで、4と5がね、ちょっと繋がっちゃってるので、先にね、なんか1ゲーム目とかでね、もう、4番、5番って入ってくれたら嬉しいんですけど、まあ、そんなことはそうそうに起きません。さあ、1とか入る。1、よし、1番 OK。1番 OK 入りました。さあ、連鎖していっています。2連鎖。こっちも連鎖ですね。10番。2連鎖。10番。お、あ、OK ですね。一応ライン繋がってますね。いや、どうだろうな。これ、こうして、もうこうでいっか。こうでいっかってなんだ。さあ、これで一応、まあ、ストップですね。ビンゴ、ワンライン、5枚です。さあ、まあ、4、5、どちらか入ってくれたらね、嬉しいんですけど、25入る、そんなことなかった。2番。2番はどこだ?2 番どこだい?どこだよ?どこ?で、今回、ジャックポット500枚ですね。まあ、1番下って感じですかね。4番、5番、嘘こういうことがね、アイマロットよくあるんです。なんでしょうね。さあ、まあまあ、こっちがね、赤い度数に当たってますので、配当上がってるんじゃないかな。13番。お、5倍以上。お、どこだ?どこが5倍だ?今見てるとこかな?お、まだ行くよ。さらに行く。8連鎖。8連鎖 ?32 枚。
なんか意外と増えたね。意外と増えたね。45便。よし、じゃあ次行きましょう。では2ゲーム目です。なんですけどちょっと間違えて、ちょっとちょっと真ん中のサンダーブレイクですね。ちょっと、なんか10ペとなっちゃいました。まあ、ちょっと今回はこれでやらせていき、まあやっていきます。はい。23番です。あららら。8番どこですか？ありゃない。これは、リンゴ3個の可能性もあるぞ。そんなん嫌だよ。リンゴ3は嫌だよ。5番？ 5 番？ 18 番？隣？25! 隣2連チャンで隣入ると、何が起きたんだい。まあこれはこれでいいかな。で、黄色斜め5枚ですね。さらにどんどん行きましょう。ほい。さらに、レッツゴー。ほい、ボーン。3連鎖。6枚。8枚です。さあ、サードドッタですね。オッズアップ。4か5、どちらか入ってくれてもいいんだけど、9に入る？ 9 番です。オッズアップですね。左側がね、オッズアップですね。2連鎖。おっと、間違えて10ペットしたやつが入って上がってますね。あ、待って、5個ライン、ビンゴ。どうした？どうした？さあ、ラスト。25?ないんだな、なんでなんでなんでよ、なんで入らないんだ。まあ一応なんかね、全くちょっとね、あのワンダーチャンスも当たらなかったんですけど、通常ゲームの方で51枚、100枚超えましたね。では3ゲーム目です。さあ3ゲーム目、ファイナルですね。最終ゲームです。未だに4、5、17、25が残っていますが、まあ、もうここまで来たら、もう、0ラインでいいような感じもするんですけど、嘘嘘ナイマロッタあるある。なんか、入って欲しくなる時に入る。来ちゃったー。よー、待てよ。ジャックボットチャレンジの可能性もあるかい。18番です。さあ残り、あっと、7個ラインよ。25、そうだな、25来てくれたらいいな。このままにしておこう。まあこれもこのままでいいでしょう。さあ運命をかけたラスト3球、25が入れば7個ラインです。じゃあこうしとこう。7個ライン入るかい。24が良かった。それだったら4がいいよ。4でリーキして20入ってわーいじゃないの。さあどこ。12、アウトアップ。動かしたら良かったよ。25入らんっていう手でやっといて良かったよ。あー、やらかしました。残念。やらかしましたね。動かすときは、入ったんだけどな。ただ、こっちが、なんかめっちゃ続いてますね。何でさ、5連鎖として、30分ってことで、まあ、プラスだよね。結果的にね。あ、なんかリンゴもらってるよ。66分。はい。ということでね、今回、自分の、なんかね、おすすめの編成でやってみたわけなんですけど、まあ、次回はね、ちゃんとメダルを、まあ、ちょっと200枚ぐらいにして、8個でね、やろうかなと思いますので、もしこののが少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さよなら、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。アニメみたいな動画、シュネコとネシュン、毎月、月末、を目標に投稿していきます。お楽しみに。
最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。